蒸気機関車の構成要素では、蒸気機関車の典型的な構成要素の名前の一覧を示す。蒸気機関車の構成要素を図に示す。この図は架空の蒸気機関車を示しており、図示されている構成要素がすべての蒸気機関車に存在するとは限らない。また実際の蒸気機関車に存在する構成要素の すべてがこの図に示されているわけではなく、図に示されていても、ラベル付けされていないものもある。炭水車、過失で使用する燃料と、ボイラーで使用する水を搭載する車両。運転席、機関士と、機関助手が乗り込んで、機関車を操作し、皮質の管理をする場所。汽笛、ボイラーの上に設置されている蒸気で作動する笛。合図や警告のために用いられる。 リーチロッド、運転席の逆転機ハンドルと、ン装置を結ぶロッド。安全弁、ボイラーの蒸気圧が限界を超えた時に蒸気を逃がす、弁。発電機、後期の機関車において、ポンプを動作させたり、全消灯をつけたりするのに用いる、電気を起こす、蒸気で動く発電機。砂箱、レールが濡れていたり凍っていたりするときに、摩擦を改善するために、 レールに巻く砂を搭載している。レギュレータハンドル、レギュレータを操作して、シリンダーへの蒸気の供給を制御する。蒸気ダメ、ボイラーの上に位置し、発生した蒸気を集めて、加減弁を通じて、シリンダーへ送る役割を果たす。空気圧縮機、ブレーキで使用する圧縮空気を作る。しばしば、ジョージ・ウェスティングハウスにちなんで、ウェスティングハウスポンプと呼ばれる。煙室。 過失から加熱管の間を通って流れてきた熱い機体を集める。熱した石炭灰が煙突から外へ出ていくのを防ぐためにガードが取り付けられていることもある。主蒸機関、蒸気をシリンダーへ供給する。煙室扉、蝶蓄式の円形の扉で煙室にメンテナンスなどのために入れるようになっている。手すり。 乗務員や整備担当者が、ランボードを歩く時に使う手すり。従輪、機関車の後ろ側の車輪で、運転席や、過失の重量を支える。ランボード、検査や、整備のために人が歩けるようになっている通路。イギリスでは、フットプレートと呼ぶ。大枠、機関車の骨格となる構成の枠組み。車軸は大枠に設けられた軸受けを通され、運転席や室、過失。 煙室がその上に設置される。アメリカの機関車では、防大枠が、イギリスの機関車では、板大枠が主に用いられた。精臨子動輪に押し当てて、ブレーキ力を得る。砂巻き装置、動輪の前に砂を巻いて、摩擦を改善するための装置。連結棒、動輪を連結するロッド。弁装置、ロッドとリンクにより、弁の動作を、 ピストンの動作と同期させて、機関車の進行方向と出力を制御するための装置。シュレンボーピストンの水平往復運動を、動輪の回転運動に変換する構成のロッド。一般的なレシプロエンジンのコンロッドとは異なり、ピストンとは直結しておらず、クロスヘッドを返す。ピストンロッド、クロスヘッドとピストンを連結して、そこから、シュレンを駆動する。 ピストン、シリンダーの中で蒸気圧により前後に動いて蒸気の膨張力を機械的な動作に変換する。バルブ、シリンダーへの蒸気の供給を制御する。タイミングは、便装置によって同期されている。蒸気機関車では、スライドバルブ、ピストンバルブ、ポケットバルブのどれかを使用している。便室、シリンダーの上か横についている小さな空間で、 バルブが動作する空間になり、蒸気をシリンダーに供給する役割をする。加湿ボイラーの内側に作られた燃焼室で、周囲には水が満たされている。燃えるものであればほとんど何でも燃料にすることができるが、通常は石炭、コークス、木材、石油などが用いられる。着せる、加湿からの熱い気体をボイラーの中に通して、 周囲の水を熱する。ボイラー、キセルの中を通る熱い気体によって水を熱して蒸気を作る。加熱管、ボイラーから出てきた蒸気を再度加熱することで水分を取り除き加熱蒸気にして効率を高める。これを装備するものを加熱式機関車、ないものを飽和式機関車という。加減弁、シリンダーに送られる蒸気の量を調節する。 加熱器、ボイラーからの蒸気を、ボイラーチューブに再度通して、蒸気を加熱し、機関車の効率と出力を改善する。煙突、煙室の上に取り付けられて、排気を、機関士の視界を妨げないように機関車から外に出す。通常は、煙室の中まで続いている。前消灯、前方を照らすために、煙室の前に設置されている等か。 ブレーキホース、機関車に連結されている車両に、ブレーキの制御を伝達するための空気、または、真空のホース。空気ブレーキを参照。水槽、ボイラーで蒸気を生成するために用いる水を貯めておく。石炭湖、燃焼室で使用する燃料を保管する。燃料は、石炭、木材、石油など多岐に及ぶ。過失への燃料投入は手動によるものと、 後期の機関車では、機械的に行うものがある。加合し、燃焼中の燃料を支えて、かつ燃えない灰を下に落とす。灰箱、燃焼済みの燃料から出た、燃えない灰を貯めておく。軸箱、同軸のベアリングを収容している。イコライザー、機関車のサスペンション機構の一部で、板羽ネと接続して大枠に固定された、中央部を中心に回転できるようになっている。 板ネ機関車の主要なサスペンション機構である。角動軸にその軸箱を吊る板ネがついている。道輪、ピストンによって駆動することで、機関車を推進する車輪。道輪とロッドの重心と回転中心が一致するように道輪に重りが取り付けられている。この例では3つの道輪が備えられている。ペデスタル、軸箱と板ネを連結する。ブラストパイプ、 排気された蒸気を煙突内に吹き出すことで、煙室からボイラーチューブを通る空気の流れを作り出して、吸気を行う。先は軌道に沿って、機関車を導く、先頭部にある車輪。連結機、機関車の前と後ろにあって、機関車と他の車両を連結する。ありがとうございます。